皆さん、おはようございます。マーティンでーのミャクウボーイ、キングトクです。兵庫県、ス本市紹介します。ス本市の見どころ。まあ、いろいろありますけども、はい。水仙、菜の花、千鳥、沢田、松ですね、はい。スモ城、ス本アルチザンスクエア、これ、レッサン、カフェ、ギャラリーが入るそうです。ウェルネスパーク5式、アウトドアパーク、温泉、オートキャンプ場、宿泊施設、いろいろ体験もできるんです。高田屋県庁館、歴史文化資料館、 仙山、仙光寺。あとは、鳴が島、淡路、文化資料館。あと海水浴場。まあ、レトロの小道。江戸時代の城下町ですね。はい。洲本温泉。あとは、大地川水橋があるんです。名物といえば、玉ねぎ、いちご、レモン、ナルトオレンジが美味しいです。淡路牛、淡路ビーフ。生皿丼、釜揚げシャツ丼、釘に煮、ハモ、ウニ、トラフグ。タイのそうめん、これ、名物です。淡路島牛丼もおいしそうです。 お祭りには、淡路島祭り、夏越し祭り、柱祭の斎藤、高台屋貨幣の祭り、す本城祭り、弁天祭りなどいろいろあっていいですね。はい。はい、有名人は、まあ、三島徳七さんや高台屋貨幣、悪友さん、あの、2007年にお亡くなりなられた悪友さん、堀井祐二さん、あの、ドラッグ系の生みの親でございます。はい。ウェルネスパークはですね、はい。 いい温泉 UU5 とかいろいろあります。55ドーム <laughs> あるそうです。遊べますね。はい。農家さんがいろいろ玉ねぎ作ったそうでございますね。私、玉ねぎ苦手ですがね。他にも、えー、ラルトレンジもうまそうですし、まあ、兵庫県、たぬきの伝説、洲本八たぬきがいたそうで、そういう伝説もあるんです。姉妹都市には三馬市とか徳島の日高町、 アメリカのバンワート市、ハワイ市とか、ロシアのサンクトペテルブルクですね、はい。というわけで、以上です。バイバイ。